皆さんこんにちは、三蔵です。今回はご自宅に僧侶を招く際のマナーをご紹介しましょう。この動画をご覧いただくと安心して僧侶をご自宅に呼べるんと違うかな。どうか最後までお付き合いください。皆さんの不安の最たるものはお茶を出すタイミングやないですかね。座ったらすぐお出しする、読経が終わってからでええの、何回お茶を出すのが正解、さまざまな心配があるようですね。結論から言うと、この2回が望ましいと言われていますね。絶対というわけではありませんよ。読経の前後で僧侶の喉を潤してもらうというイメージですね。あまり時間がない読経前はお茶だけを出すことが多い、吐息入れる読経後はお茶菓子を添えて出すのが一般的です。これでお茶出しのタイミングは分かりましたね。用意しておくもの、お茶菓子の選び方、実際にお茶を出す時の作法を紹介していきましょう。これに関しては三蔵の意見というより一般的に言われている内容として捉えてちょうだいね。まずはお茶菓子の選び方のポイント。私ら僧侶はね、一日何軒も檀家さんのお宅を回ります。一軒で長居できないことがほとんどです。せっかくご用意いただいたお茶菓子に手をつける時間がないこともよくあります。食べずに持ち帰ることを想定して個包装のお茶菓子をご準備されるご家庭が多いようですね。包装されてないお菓子は懐紙の上に乗せてもらえるとありがたいですね。きちんと包んでいただいて帰ります。せっかくのおもてなし、無下にはしたくありません。一口で食べるお茶菓子ですとより嬉しいですね。こぼれにくい、手が汚れにくいのも大事なポイント。2回お茶を出してくださる場合はお茶菓子を変えるのが一般的。1回目で手つかずだったお茶菓子を次にそのまま出すのは一般的にあまり良くないでしょうね。見てすぐ別々のものだとわかるタイプの違うお菓子を選ぶのがいいかもわかりませんね。続いて準備しておくもの、お盆、組み出し茶碗、茶卓、菓子皿、懐紙、おしぼり。次にお茶出しの作法について解説します。お茶を注ぐのは茶碗の7割程度、できれば蓋付きの茶碗を用意しましょう。お茶を入れたらお盆に乗せて運びます。移動中にお茶がこぼれる可能性を考えて茶碗は茶卓に乗せず別々に運ぶのが賢明です。僧侶の元に運んだらテーブルに置いたお盆の上で茶卓に茶碗を乗せます。お茶を出す時は僧侶の右側からお菓子、お茶、おしぼりの順番で出しましょう。僧侶から見て左側にお菓子、右側にお茶、おしぼりを右端に置くのが正式ですね。出すお茶は日本茶に限りません。好みの飲み物が分かっていればジュースやコーヒーも OK ですね。その場で何がいいか尋ねていただけるお宅もありました。読経のお礼としてお布施も準備しておきましょう。自宅に招く目的にもよりますが、車代、お膳料も必要と言われますね。そもそもお布施は仏道の修行、特行の一つ。お香典やお供えとは意味が違うので不祝儀袋は使いません。厚で白無地の封筒に入れて表面にお布施と名前を書きましょう。裏面には縦書き、漢数字で金額を入れましょう。薄積みではなく黒積みで書くのがマナーです。お膳料の用意がいるのは僧侶が会食を辞退する場合、会食の内容によって金額は前後しますけども、5000円から1万円ぐらいが相場かな。お車代は移動距離にもよりますけど、こちらも3000円から5000円程度、タクシーを手配して料金を負担するご家庭もあります。どちらもお布施と同様、厚で白無地の封筒に入れ、それぞれ御膳料、車代と表書きします。お布施の費用相場はこれから説明しましょう。お布施といっても一口に言って僧侶をお招きする目的によってはその相場は大きく違います。お盆法要の場合やと5000円から1万円程度、同じお盆でも初盆、2盆は規模が大きくなることが多く3万円から5万円が相場と言われています。一周期までの期日法要はだいたい3万円から5万円、3回期以降は1万円から3万円、宗派や地域によって変わりますから、ご家庭やご家族、ご近所の皆さんと相談してから決めはったらいいと思いますよ。あ、そう、お布施はお悔やみではないので診察を使うのがマナーです。お膳料とお車代は先ほど紹介した通り、法要の種類で金額が変わることはありません。
最後に紹介するのはお布施の渡し方。こちらも宗派や地域によって違いますので、あくまでも一例としてご覧ください。お布施を渡すときは福さに包み、切手本、祝儀本と呼ばれるお盆に載せて渡すのが正式やと言われています。お盆がない場合は福さだけでも OK。 渡す直前に福さを開いて文字が僧侶の正面に来るようにしましょう。お盆ごと僧侶に差し出して受け取ってもらいます。渡すタイミングは法要が始まる前か終わってから、読経のお礼として渡すものなのです。感謝の言葉を添えるのもお忘れなくね。三蔵は感謝されると涙が出るほど嬉しいですよ。お忙しい中来てくださってありがとう、気持ちを伝えていただけたら、後藤家さんも僧侶ももうすっごく気持ちがいいね。今回は自宅に僧侶を招いた時の一般的なマナーを紹介しました。せやからといっておもてなししてほしいなんて思っていません。私ら僧侶がご自宅に伺う機会は残念ながら少なくなる一方です。当たり前ですが、それに伴って説法の場も減っているのが現状です。皆さんにお話しする機会があるだけでほんまにありがたいので、過度なおもてなしは必要ありません。私が監修している真心完結僧では初盆の供養にも対応しています。きちんとご供養します。ご興味のある方は私のチャンネルの概要をご覧いただいて、ぜひお問い合わせください。これからも葬儀や仏事にまつわる知識を中心に、皆様の疑問の解消や日々の暮らしに役立つ情報を短く分かりやすく発信していきます。この動画が少しでも参考になったという方は、右下の三蔵の似顔絵アイコンからの登録をお願いいたします。励みになります。ごめんなさい、励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。